田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム14、個人的なことこそ社会的なことと題してお届けします。何を言ってるんだとおっしゃるかもしれません。まずはこちらをご覧いただきましょう。私という字、これは中国ではもともと野木片というものは穀物のことを表す花穀類と呼ばれています。で、じゃあ、この無という字の部分、これは何かというと、肘鉄を表してるんですね。すなわち、自分のが丹精を込めて作っていた小麦というものを隣村の人が夜中に盗みに来ようとしたならば、そこで肘鉄をくらわして、これは私のものであるというのが私という字の原理です。では、公という字、公も下に無、肘鉄が入っています。けれども、よく見てみると、また先にかかっているのではなくて、上にある人という字の上が空いています。すなわち、公園、パブリックパークというものは、そこで人殺しをしたり、裸になってしまってはいけませんが、そうでなければ、年齢であったり、職業であったり、あるいは性別であったり、収入であったり、こうしたことに関係なく、誰でも分け隔てなく入れるのが公園です。そうした場所で、肘鉄、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものという、昔のひょっこりひょうたん島の虎髭デパートのようなことを言い出している人に、人間の体温でその人を溶かしてあげて、人間の体温に戻してあげる。それが公という字であります。で、冒頭で個人的なことこそ社会的なことと述べました。エマヌエル・カントという人がいます。イマニュエル・カントという大変に著名なこの哲学的な人物は、社交主義的公共性という言葉を述べました。何を述べたか。つまり、プライベートな時間というものこそ、パブリックな社会的な公共性を人間は考えてるんだと述べたんですね。何をまた言ってるんだというかもしれませんけど、パブリック、公であるという瞬間ほどですね、自分たちの組織に弊害があってはいけないと言って、まさに内閣府の人たちも、あったものをなかったと言い続けている。そして、なかったも、あったものをなかったというわけにはいかないという人はおかしいと述べてるんですね。これは東芝の問題も同様です。誰もがこんな粉飾決算をしてていいんだろうかと思った。でも、それを言ってしまうと株価が暴落してしまう。自分は上司に嫌われてしまうかもしれない。まさにパブリック、きちんと仕事をしている時に最も私利私欲的なことなかれ主義に至っていたということです。そして、カントが述べたことは、プライベートな時間、みんなで村で飲んだくれてるような時、パブリックではないプライベートな時間にこそ、おい、今度の珍珠の祭りはどうするよとか、子供たちの隣町までのスクールバスの時間も30分早めた方がいいんじゃないかという、プライベートな時間に最もパブリックなことを述べているんだということです。それがカントが述べた、個人的なことこそ社会的なことなんだ。The personal is political ということです。日本ではポリティカルというとですね、なんか政治が変わんなきゃと言いながら、そんなこと言うと、会社で評価が下がっちゃうのかなと思って首をすくめています。私という字、日本では私とか僕という言葉を使わないで、今この瞬間まで私もお話をしてきています。でも、英語だと I、 フランス語だと住、ドイツ語だと ich、 あるいは中国でもう、必ず主語というものが出てきます。無論、主語が曖昧だからこそ、日本には俳句や和歌のような美しい微妙な気持ちを表現するものもあります。でも、日本では何々何々と私は思いますというと、これは婉曲的な言い方ですね。英語で例えば最後に do I といえば、私はやるよという強調語になっているということです。でも、それは人を押しのけてしまうという気持ちなのではなく、私というものを示しながらも、みんなの公の一員である。すなわち、個人的なことをきちんと述べられるという考えられる、そうした空気、ということこそが、最も社会がパブリックになっていく。粉飾決算をしてしまったり、書類を隠蔽してしまったり、書類を処分してしまったり、そんなことで事なかれでうまくいくというのは、一方でグローバルな経済が大事だと、その人たちに限って述べてるんですから、国境を閉鎖してるわけでもないのに、日本だけにしか伝わらないような流儀で、世界で理解されるわけはない。まさに、
個人的なことこそ社会的なことというのをもう一度私たちは改めて考える必要があると思います。